Hey, what's up, guys? Indian Sense here. Welcome back to another episode of Hell's Paradise. And yeah, it's been a while. There are two episodes, apparently two or three, released, which I missed to watch and react. So yeah, I'm going to do that now. And in the last episode, there were some two gods, female gods, and they were doing some stuff. And that's where the story ended. So yeah, I think that will continue from now. Let's see how it goes. Yeah, this is not allowed, guys. Both are females. Oh no. Utsukushi ka konna tokoro de nonki ni nani wo? Naze ningen ga koko ni iru? Soushin wa nani wo shite iru?自分は人間じゃねえような言い方だな。お前らバケモンの同類か。可愛い。あなたたちもこっちで一緒にまぐわらない？僕も気持ち悪いこと言うな。ごめん。ここまで入ってきた人間が珍しくて。たく。おおおおお。いいとこだったのに。なえさせやがって。 殺してやる。え、he's a guy. That's disturbing. こんな島だ。何が至って不思議じゃない。千人がいるかどうか、そこも問題の本質じゃない。重要なのはこの島にいる者が味方か敵か。それだけだ。Yeah, someone's rich. Mate. Child. Kodomo? Honda no ningen ka? Sore tomo? A Groot. Sono ko wa teiu ka nani kono bonsai jin? Bakemono no issue de shou ka? No. Gamiwaru. Ano musume wa shima nitsuite nani ka shiru? 唯一の手がかりかもしれん。捕まえる。でもそこに化け物が。え？そいつは任せた。嘘でしょ。サギリさん、ガビ丸から目を離すわけにはいきません。センタ殿、ご分を。センタ殿、good luck. お、何をするんですか。だって手の内見せたくないんだもん。これくらいの相手に今のうちに試しておきたくて。化け物にも忍術が通用するかどうか。What is this? Sweating technique? <笑>森に慣れているようだな。ならばやはり。 話を。ガビマル。なんだ今の。子供の細腕でできる芸当じゃないぞ。待ってください。あなたに危害を加える気はありません。少し話を聞きたいだけです。よかった。言葉は通じるのね。 単純な腕力とは別の別種の力。島に来てから不可解なことが多すぎる。Even though he dodged it。化け物や石像、村ももっとシンプルだったはずだ。戦薬を探す。無罪となって妻の元に帰る。人かどうかもわからんが。 見た目は少女だ。できれば手加減してやりたい。だがこっちも必死でな。そういう感覚忘れてしまいそうだ。ガビマル。
激務続きでうんざりしていてな。わしの戦略を探しているだけなんだ。それ以外のことはさせないでくれ。ナイト。そりゃ泣くでしょ。Someone will come, bro, now. とにかく下ろしなさい。ね。捕まえたし、まあいいか。うむ、こうしてみると普通の子ですね。ちょっと、どういう状況？なんか和んでない？私めちゃめちゃ働いたんですけど。で、どうしましょう、これから。戦役のこと聞きたいのだが。泣き止むまで無理ですね。子供をあやすの得意な人は？どうか。今しゃべった。どうかその子を返してくれ。村まで案内する。戦役の話教える。お断りね。喋れんのはびっくりだけど、騙そうとしてるのかもしれないし、その子に聞いた方が安全そう。確かに。村には食事もある。別に間に合ってます。風呂もある。あゆ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 。信じても大丈夫でしょうか、得体も知れぬ相手の話を。この際Bro, like he said, we have food. No thanks. We have bath, okay? That's understandable. どうやったろうと関係ない。戦役について知れればな。怪しい動きを見せれば制圧すればいい。着いたぞ。廃村だな。すごい霧。他に誰もいないね。千年前まではこうではなかった。千年。家に案内する。すごい装飾ですね。すべてが古いがな。本当に住んでいるのか。嘘などつかない。早速聞きたいのだが。話なんか後だ。まずは風呂でしょ。風呂。そんなことしてる暇ないだろう。はあ、マジの風呂じゃん。最高。なんとかしろあの女。僕は無理です。こいつもやけに従順だな。まあまあ、休めるときに休んだ方が賢いって。なんなら一緒に入る。断る。かったいわね。サギリンだって入るのに。リン、あくまで監視のためです。センタとのはやりづらいでしょうし、一時役割を交代しているだけで本来のお役目を忘れては。はあ、いません。いません。ここまでの疲れにこの湯船は抗えない。ズーズーしく押しかけた上にこんな風にくつろぐなんて。ああ、身拭いですか。ありがとうございます。なんか懐いてんね。喋れないのかしら。井戸もあったし器もある。やめとけ。あの化け物の思惑がはっきりしないうちは。そうですね。食べ物もあるぞ。とにかく一刻も早く島のことを聞き出し。おじゅじゅ。そんなに食いたきゃ。わしは知らんぞ。毒など入ってない。あの子も食べるものだ。あの娘とはどういう関係だ。それを話す気はない。そうか。わしも実は興味ない。戦役のこと以外はな。そろそろ話してもらおうか。この島のことや戦役はどこにあるのか。わあ、食べ物じゃん。つうか先に食べてるし。すみません。私も食べる。今食べる。どうにも調子が狂いますね。食べないのか。
飯を食いに来たんじゃない。人間がどう呼んでるかは知らないが、我々はここをコタフと呼ぶ。神々が住まう神仙教だ。私の知る、神仙教は from Leeds な。神や神仙教のイメージとは随分違う。神とはもっと霊的存在なのでは。私は島から出たことない。そういうことはわからない。本当に不老不死の戦略があるのか。もちろんある。古からの言い伝えだ。言い伝えではタンと呼ぶ。永遠の命の源、その薬だ。タン、みかんじゃないの。どこにある。島は3つの領域に分かれている。海岸や森は英州、この村は北条と呼ばれる領域にある。タンは蓬莱、島の中心の霧の奥にある。これはいきなり有力情報ですよ。森探すの意味なかったじゃん。っていうかみかんでもないし。戦略がある。妻の元に帰れる。実物を見たことがあるのか。いや、そもそもその話がデタラメでないという証拠は。いずれお前たちも会うだろう。彼らを知れば疑う余地もなくなる。天仙様に会えば。天仙、they are elixir of life or something。死なず、老いず、永遠に美しい、完璧な存在。ここに来るまで送信を退けてきたのだろうが、天仙様は格が違う。何者も叶いはしない。 These two are dead。 なぜここまで従順にお前たちを迎え入れるのか、素直に話すのか、不思議に思っていたな。せめてもの哀れみだ。それが最後の望みとなるだろうから。上陸した人間はいずれ皆死ぬ。天仙様が誰も返さない。皆死ぬとはどういう意味だ。やっぱ私たちを騙してるわけ。お前たちには好意も敵意もない。事実を言っただけ。島の侵入者を天仙様に殺される。その天仙様とは何者なんだ。この島で最も偉いお方だ。送信を従えて罪深いものを罰する。特に島に上陸する人間はな。だが心配するな。罰を受ける人間はただ死ぬのではない。美しい花に生まれ変わる。罪や俗から解放され、永遠の至福を得る。兄様。そうして花となった命がタンの源となる。あくまで言い伝えでしょ。額面通りには受け取れないわね。不老不死の戦略は実在する。私も恩恵の一部を受けている。そいつでした。先ほども千年生きていると言っていましたが、その娘も同じなのか。ちょ、刀で人を刺さない。え、うわ、引くわ。そう、ごめん。信じようと信じまいと、ここは神仙教。立ち入った人間がどうなるかは神の意志。島を出るのも容易ではないだろう。Those guys basically went to the center. That's cool. 風呂にまでついてくる気。センタ殿が変わってくれなかったので。まあ傷口洗うだけだし構わないけど、気が緩んでいられるよりはいいし。緩んでません。さっきは緩んでた。風呂上がりで一瞬眠そうにしてたろ。してません。してた。
してすみません。島は三層構造である。戦役は中心の層、宝来にある。戦役は天仙様が守っている。新しい情報は増えたが、どれも断片的だ。彼らの話は信用できるでしょうか。私の名は宝子、この子はメイだ。I think this girl is a child of those two. 数百年もの間、この先も静かに暮らしたいだけだ。邪魔はするな。嘘とは思いませんが、話のすべてを鵜呑みにもできません。特に天仙様ってやつか。天仙様とは大陸の神仙思想で、確かより上位の仙人を指す言葉です。宗神や宝来というのもあちらの道教由来の言葉だと思います。まあ謎解きは後回しでいい。重要なのは戦役入手にとって障害か否か。余計なことには極力極力関わりたくない。ちょっと何してるんですか。何って、傷口を洗うって言ったろ。この子が入ってるじゃないですか。別に構わんだろ。里じゃ老若男女区別なく一つの風呂だったぞ。家風呂のある里の多さ以外は風呂の作法など気にしてる場合か。よく見れば髪も肌もボロボロ入浴の設備も揃っているのに使われていない。親のように使い方を教える者がいないのかしら。既存の備品を活用し、江戸の湯屋を再現しました。両者が入浴に専念できるよう、ここは私が取り仕切らせていただきます。何の意味があるんだ。せめてものお返しです。この子たちには一宿一飯の恩がある、うん、それにあなたも張り詰めすぎです。休めるときは休むべきかと。体を洗うならそれを使いなさい、うん、岩見は散々親に手伝わされたので得意なんです。これは灰と椿の油かす、少量ですが本土より持参しました。これで先発します。ほら、綺麗になった。ナイス。傷を消すことは私にはできませんが、気分転換にはなったでしょ。何やってんだ、お主ら。まったく、考えるべきことは山ほどあるというのに。大体その娘だって。あなたはありつめすぎです。過酷な状況こそ、こうして休息はしっかり取らないと。そう、he has so many scars。そういうもんです。それに夫婦なんですから、お背中流すのにいちいち照れてどうするのですか。そういうもんかな。そういうもんです。そういうもんかな。苦手なんだ、風呂。緊張や戦の勘が湯に溶けていくようで。私が五分を注いでいると。そういう意味ではない。あなたは張り詰めすぎです。休めるときはしっかり休まないと、本当の戦いの前に倒れてしまいます。本当の戦い、何か控えていたか、大仕事が。いいえ、人生という名の戦いです。He looks good with his hair down。己の信念に寄り添いながら、時に差を差し、時に隠し、それでも決して手綱は離さない。川中島だって目じゃない。長い長い人生という名の戦です。大将はあなたですが、looks like Sasuke。休めというのも戦略的助言です。わかった。最後は湯船に。それはやだ。え、苦手なんだ湯船。もう十分綺麗になったしよかろう。猫みたい。明日からは二人暮らし。
もう父の屋敷の風呂は使えませんよ。いい。大将としてわしも戦略的下地をいいか。あら、なんなりと。髪で傷を隠すな。なんかいろいろあるのかもしれんが、わしは気にせん。君はそんなことする必要ない。いえ、これは単にお気に入りの髪型でございます。え、そうなの？ですが、大将がそう仰せならば。そうします、ありがとう。 I feel bad for her man, his father. 娘、傷を恥じているならそんなもの気にするな。女性はそうもいかない時があります。そんなことない。わしは大きな傷を持つ女性を知っているが、その人は誰よりも美しい。外見など全く大したことじゃない。なんだその顔。いえ、あまりに真っ当なので面食らいまして。ロール、ポアガビマル。本来の彼は悪人ではないのかもしれない。そう考えている自分がいる。少しずつだけど彼も変わり始めているのでは。息抜きができたのか。冷静に思い出すだ。当初の気持ちを、何を優先すべきかを。油を売っている暇などないと改めて思い出すだ。That ended quickly. So yeah, episode 7 is done, and this looks pretty cool. I mean, nothing much going on in this episode, but we got a lot of context, like what's actually this island is. So it's supposed to be, you know, a place where gods are supposed to live, and the gods are not really what you think are. They are basically, you know, creatures who are just trying to live in peace. But of course, we humans cannot let anyone live in peace. That's our like thing. We cannot do anything about that. Yeah, that's what humans do, you know. So yeah, and the two gods, I think the man and the woman who we saw in the last episode were actually a man, not two women. So yeah, they are basically, I think, the gods of that island. And two of the guys bought them, and yeah, they are dead. You can assume they are dead, even though I don't think they will die, but yeah, you can assume that. So yeah, that was it for episode number 7 of Hell's Paradise. So yeah, it's going pretty good. So episode 8 is also out, so I will maybe watch that also. Yeah, so yeah, until next time, sayonara.